はいどうも、走るおいチャンネルです。野球大好きくんチャンネルです。基礎トレということで、てっぺんの、まあ、アスカ代表が考えた板グラブということで、まあ、てっぺん自体は今その赤オレンジしかないんですが、この黄色イエローの皮を使った板グラ、本当に板なんですよ。本当にまあ板グラの板なんで、その本当に板みたいな衝撃をあんまり吸収しない感じのこのグローブを使っての守備練習です。で、普通の板グラと違うのはここなんですよ。このウェブの部分が、普通グローブってあんまりゴロ取るときって理想じゃないんですよ。で、そこがしっかりこうなくなってるっていう、本当にこれをはめたときにもうウェブの部分がここにあるんで、ウェブで取っちゃうと抜けちゃうっていう設計にもなっております。で、しっかりとこのここで取るっていう練習をやっていこうかなと思います。行きましょう。はい、最後、はい、1、はい、2、はい、3、最後、1、はい、2、はい、3、4、おーいえ、はい、5、OK、ギリ、6、しっかり真ん中で、7、OK、8、はい、はい、1、しっかり最後まで、2、OK、はい、3、OK、はい、OK、 優しく、5、はい、6、はい、7、ご紹介、8、はい、9、ラスト、集中、はい、弱いな、そこ。そこもっと粘らんと。はいよ。そう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 。もっと右足粘る。いいよ。はい。はい。はい、粘って、はい、はいよ、粘れ、いいね、もっと粘る、まだ浮いてる、はいよ、 OK、 まだ楽してる、はい、まだ高い、最後高い、最後こういうグローブ1個浮いてるから、はいよ、そう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 、はいよ、右前、あ、いいね、オッケーオッケー、その入ってくるかも欲しい、はいよ、OK、
はい、というわけで板倉で練習をしました。本当に板なんでかなりあの弾きやすいですね。衝撃もあんま吸収しない感じの板だったんですが、いい練習かなと思います。この板グラブ使ってみてなんですけど、使った感じ硬いんで弾きやすいです。なのでやっぱそのそこを丁寧に雑にならないようにいくってことを意識してやらないと取れません。なので僕はそのまだちょっとあの雑なプレーしがちなので、はい、もっとこの包み込む感じで卵を取るかのようにやっていこうと思います。まあ、あの板グラブ自体がまずその取りづらい構造なんで、他の板グラブでももちろん練習になりますし、まあ、あとスリッパとかもちろん素手補給もいいと思うんで、手軽に買えるものもありますので、ぜひ練習で試してみてください。というわけで今日はこちらの板グラブの守備練習でした。それでは今日の明日チャンネルは以上です。よいしょ。はい、というわけで1月のプレゼント企画です。今回はこちら Z プロステータスの軟式用グローブ、こちらを1名様にプレゼントします。応募方法はチャンネル登録とコメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。あれしょ。